GMF4-4243 号機、GMF4-4242 号機、クロスタース駅構内、レーティッシュ鉄道、GMF4-4242 から243型ディーゼル、機関車は、スイスのレーティッシュ鉄道で使用される入れ替え及び、工事列車用ディーゼル機関車である。フェライナトンネルの建設に際して1991年に、 ドイツのケイルブルコマインダーで製造された入れ替え、産業用標準型ディーゼル機関車2両を購入したのが本機であり、同時に1959年、マシーネンバオキール製、G400BB 型の中古機をグラム4、4型241号機とした機体を合わせて、計算量が工事列車の牽引用に用意されたものである。1999年の開業までは、 フェライナ1000の建設工事列車の牽引に、その後は一般の工事列車や入れ替え用、フェライナトンネルの救援列車牽引用として使用される汎用機でディーゼルエンジン1機を搭載して最大牽引力 165KN の性能を発揮する。車体及び車体の製造及び最終組み立てをケイルブル・ゴマインダーが担当し、機関はカッテア・ピラー製。 液体変速機は、ホイとターボ製を搭載しており、価格は一両170万スイスフランである。それぞれの基盤と製造年は、下記の通り。ありがとうございます。